目指せ2002年。ここまで来たんだな、翼さんたちと一緒に。翼さんは俺にとって憧れであり目標だった。俺は翼さんを目指してサッカーの技術を磨いてきたんだ。中学2年の練習試合の時から翼さんと対戦できるっていう、あの夢のような出来事から。こんなんじゃ南葛からゴールを奪いやしない。慎吾、作戦が違うぞ。あんたらに任せたら一生待っても俺のところにボールは来ないんだよ。何？よし、いける。南葛相手でも俺のドリブルは通用するぞ。何？しまった。まずい、キーパーと1対1。翼、南葛中キャプテン大空翼さん、あんたを抜く。練習試合だからって気を抜くな。この試合まだまだ点を取るぞ。くそ、この俺が速さで負けるなんて。結局俺は途中交代させられた挙句、監督の作戦に従わなかった罰として正座をさせられた。今日はありがとうございました。一生の思い出です。全国大会 V3 目指して頑張ってください。ありがとうございました。何ニコニコしてやがんだバカだれ。こんな大差をつけられてあんたら悔しくないのか。やめてやる、こんなサッカー部なんかやめてやる。いい動きしてたぜ12番。サッカー好きなら諦めるなよ。あの時から俺は翼さんのようになろうと思った。日本をワールドカップで優勝させるためにブラジルに旅立とうとした翼さんを俺はどうしても見送りたかった。あの、ブラジルへ行っても頑張ってください。それじゃあ中原中の12番。君も頑張れよ。覚えててくれた、俺のことを覚えててくれた。それ、これはアメリカの25セントとフランスの10フラン、それに日本の100円硬貨だった。翼さんはこの3つのコインにワールドカップで優勝しようというメッセージを込めて俺に投げてくれたんだ。イタリアへ渡った俺はプロチームに入るチャンスをひたすら待っていた。うまい！すごいよお兄ちゃん。とっておきの大技を見せてやるぜ。ほら、イエーイ。うわー、すげー、かっちょいい。ブラボー、すごいぞ坊主。あ、そして飛び入り参加のインテーナ紅白戦で、味方のボールだぞ。そんなことは分かってない。俺は負けるわけにはいかねえんだ。たとえセルスワーを目指すエリートたちが相手でも、俺が人一倍努力してきたのはイタリアで認められて翼さんとワールドカップへ出場して日本を優勝させるためなんだ。なめるなよジャプレーゼ。俺が得意なのはリフティングだけじゃねえ。スピードもテクニックも誰にも負けやしねえぜ。シンゴ、俺は走り出したら止まらないぜ。
つをよこせ。そんなさっき突き飛ばしてくれたお返しだ。顔面パスか面白いやつだ。よし来い。もらった。そう、逃がすか。チャンスは自分の手で掴み取るんだ。信じられん。ユニオーレスのナンバーワンキーパージノ・ヘルナンデスがゴールを割られるなんて。なんていう反射神経、なんていうジャンプ力をしているんだこいつは。まるであの全日本の10番と同じだ。やったぞ。それから2年、日本では、誰だ。ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。十分関係あるんだよ。全日本ユース勝負だ。何？ゾーン。全日本ユースを舐めるんじゃねえ。監督、そんなバカな。おりゃー。何？俺が止める。俺の名は日野亮。全日本ユース代表のエースストライカーは日向小次郎ではなく、この俺が張らせてもらう。冗談じゃねえぜ。どこの馬の骨かもわからん奴に全日本ユースストライカーの座を私はしないぜ。ヒューガー。監督、ほっといていいんですか。ガモ、約束通りやってきたぜ。三上、よく聞け。エナチョコ全日本。なに、こいつら7人小妻、真の全日本ユース代表リアルジャパンセブンだ。実はリアルジャパンセブンは全日本ユースをより強くするためにガモ監督たちによって仕組まれたチームだった。一次予選、予想外の強敵と当たってしまった全日本は、ヒューガさんや美咲さんを外したこともあって苦戦を強いられた。おい慎吾、また日本から帰国要請書が届いてるぞ。おっさんたら。慎吾、クラブの方も帰国許可を出しているのに、どうして日本に帰らないんだ。俺はセリサーに上がることで頭がいっぱいなんだよ。それに日本には俺なんかよりずっと上手い翼さんや日向さんたちがいるから、予選ぐらい楽に勝ち抜くさ。そうか。お、そうそう、一緒にファックスも届いてたぞ。日本語だからなんて書いてあるかわからんが、新聞の切り抜きみたいだな。なんだって？ヒューガさん、ミサキさんら主要メンバー7人が対戦に出ない。そんなバカな。つ、翼さん。5点目を狙って必要に攻めます。タイブンナーク得意のミドルシュートだ。キュー、行け！くそ、この腕が折れようと俺は全日本ゴールを守らなければならないんだ。若林の弱点を見つけたぞ。奴の両腕は感知していない。パンチングはできてもキャッチングはできない状態なんだ。
よし、どんどんシュートを打っていけ。若林がパンチングをしたそのこぼれ球を狙うんだ。待っててくれたんじゃないの？アオイ、貴様今まで何やってたんだ？ごめんよガモのおっさん、イタリアからの飛行機が遅れちゃって、その上道も混んでて。いいから早くフィールドに入れ。審判、選手交代だ。え、監督、前半はもうロスタイムしか残っていないんですよ。佐野、交代だ。監督、おっさん、俺のポジションは？お前の好きなところを自由に動け。そして遅れた罪滅ぼしとしてこの前半必ず1点取ってこい。はい。前半残りわずかというところで日本は選手を変えてきました。背番号が20、青井慎吾とメンバー表にはそう記されています。翼さん、俺は今間違いなく憧れの翼さんと同じフィールドに立ってるんだ。全日本目、4点も取られてやけくそになったか。誰が出てこようと問題じゃない。俺が叩き潰す。さあ、タイムスローインから試合再開です。タイムスローインのボールは素早くカットしたのは、先ほど代わって入ったばっかりの青井慎吾であります。なんてスピードだ。おっと、しかし周りを囲まれてしまった。逃げ道はないぜ。いや、ある。ここだ。おっ、ボールを真上に蹴り上げた。ナイスキック、やるぜあいつ。いくぜ。今手元に資料が届いたんですが、背番号20は青井慎吾選手、17歳。中学を卒業した後単独でイタリアに渡りまして、現在はセリスアのユースでプレーをしているということであります。こっちだ、パスだ。よし来い。ごめん、みんなには悪いけど、俺の全日本デビュー最初のパスはやっぱりこの人しかいないぜ。さあ、翼に当たった。おっと、しかし翼には分断がついている。中原中の12番。おっと、パスだ。中原中の12番。いや、しかしこれはパスミスです。誰もここには。いや、今パスを出した青井が走り込んでいます。これを決めなきゃ男じゃない。この翼さんのパスをゴールしなきゃ日本に帰ってきた意味がないぜ。行け、届け。無理か。ダメか。届いた。青い 50m を全力疾走だ。最後はちょっと決まんなかったけど、約束通り1点は取ったぜ、おっさん。
やったな、青井。ナイスシュート。翼さん、翼さんにもらった3つのコインのおかげで。俺のパンチを避けやがった。全日本はさらに三杉さんのドライブシュートで同点とし、さあ祈りを込めて高杉の超ロングスロー、翼が走り込んできた。レッドカードを出されても構わぬ、翼を潰せ。トラップしている暇はない、直接行くぞ。信じてるぞ。行け。よし、もらった。二次予選進出は我らタイユースだ。なに決めろ、青い。シュートじゃなくて俺へのパス。翼さんはここまで俺を信じてくれるのか。決めなくちゃ、このシュートは決めなくちゃ。最後までこんな俺を信じてくれた翼さんのために。ワールドユースは絶対てめえらには渡さん。何、青い。俺がスターティングメンバーとして出場できるなんて。見ててください、翼さん、あなたに負けないように頑張ります。そして2002年、日本が開催を希望しているワールドカップに出場を果たし、翼さんの夢、ワールドカップでの日本優勝を実現させましょう。